世界で一番面白い人生ガイド、元井今雄の YouTube 動画でございます。ということで、えっと、今日は久しぶりに甘みおしますスピリチュアルの中から、えー <coughs> 昨年は29名占いまして、今年に入りましてからは昨日突然お電話がありまして、1時間ほど占いをいたしました。昨年29名占った中で、実は3名の方が手術をされているわけなんですね。で、その3名の方の中の1人はちょっと,ちょっと、ね、特殊な手術なんで、ちょっとそれちょっと置いといてですね。 2人の方が手術されたということあるいはするということで、えーとまあ、メールが来たわけなんですけれども、あのーまあ、その方に、あのー、その携帯のショートメールで、あのーーえー、連絡したのはその例えば,、えー、例えばですよこの、まあ、胸をあの手術するとしますよね。そしたら1人の方は、えー 術後に本当は手術の前の方が一番いいと思いますけれどももしも皆さんが手術をするという場合にはその胸を手術するのであれば胸をちょっとこうさするそれから手術が終わった時に今度はまた胸の方をさする、はい、であるいは えっと具体的に言うと、その膝の手術をしなければいけないという方がいらっしゃって、その方には、神様が何ておっしゃったかというと、その膝がありますよね。で、その膝を、要するに軽く拳を作って、赤ちゃんが叩くように、コン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 と叩きなさいということをおっしゃっていたわけなんですね。 えともう一つこれは手術ではないんですけれども、えー、と昨日占った方などは健康そうですねっていう話をしたら実は血圧が高いんだとおっしゃいましてでそういう話をこうしている時に、えー、と神様がおっしゃるにはあの「 この耳がありますよね。耳があって耳たぶがあって大丈夫ですねえっと耳があって耳たぶがあってえっとそれで、えー、こうずっと降りてくるとこうここのここの骨がありますよねこう,こうほぼこう直角みたいになってるこの顎のこの付け根みたいなところのこここの骨ここからですねこの内側をですねまあ親指で軽くその押さえていきながらこの耳の後ろまでこうあの こう耳ののの後ろろのの頂上のところですねてっぺんのところまでこう,こうやって親指でこう押さえなさいよということをおっしゃったわけなんですね。でまああの以前からお話ししているように、まあ、私には20名の神様がついているということなんですけれどももう正直具体的にですね人間でいうと山田さん鈴木さん佐藤さんという。 感じでまだ分からずに、えー、まだその漠然とそのお宇宙の神様天の神様あるいはその奄美大島の各市町村の神様というふうにしかちょっと大まかにしか分からないんですけれどもそういうふうにして、えー、いわゆるあの多分その医療系の神様もついているんじゃないかと勝手に想像しているわけなんですけれども要するにその手術する前にこう、えー、胸であればこう胸を刺する当然術後にその また胸を刺するであるとかまあそういったことでおっしゃってるわけなんですけれどももしも皆さんがあの手術をこれからするという場合にはその手術をする場所を自分の右手でも左手でも結構なんですけどもなでるであるとかあるいはこう膝とかあるいはこう肘の場合なんかでもこうちょっとその,あの拳を作ってですね軽くこう赤ちゃんが叩くぐらい幼児が叩くぐらいの まあ、おまじない的なものかもしれませんけれども、まあ、そういった形で叩いて、えー、いただければ良くなるかもしれないというふうにこれはもう思いますとしか言いようがないのと、まあ、人によってちょっと違うかもしれませんけれどもただあの手術をする場所がどこであっても、まあ、要するにその例えば私みたいな頭が悪いですから頭の手術しますそれはこう頭なでなでするのも大体ね自分の体ですからあの人に頼らなくても自分でできると思いますので、まあ、その この辺りはああたたりりりははななでしるいはこう叩い叩とかですね軽く、まあ、そうするだけでも、まああのまあ、なんちゃってかもしれませんけれども精神的に、えー、落ち着くかもしれませんし、えー、ひょっとしたらあの熟後のあ術後の,その回復も早くなるのではないかというふうに、えー、これはもう想像しかしていません想像の範囲でございます。<laughs> えー、それから えとこの奄美大島スピリチュアルのこの動画の中でもよくあのお話ししていますがえとできればそのお私の携帯の方にもうその番号などはえ記載しておりますけれどもえ悩み事123という形でショートメールくださいあるいはあのパソコンのメールもあのーこの付近に書いておきますので、あのー パソコンの方がいい人はパソコンでまあ悩みごと123という形で書いていただければ、えー、いいと思います。で、えー、と何度も言ってますがもうそんなのめんどくせえという場合には昨日の方みたいにいきなり電話かけてきてね、まあ、YouTube 見ましたということであのまあ1時間話をしたわけなんですけれども、まあ、そういった形でも結構でございますのであのやっぱりその 言い換えるとね占い師ではあるんですがやっぱりその悩み事ですのでやっぱりその,あの例えばその病気でなくてもねやっぱりその悩み事緊急相談所みたいな救急病院みたいな感じでもありますのでもういちいち自分の頭でね考えてねああでもないこうでもないって考えるの面倒くさい方も当然いらっしゃるし、えー、そんな時間ねえよという方もいらっしゃると思いますので夜中以外はですね朝早くても結構ですし、えー、夜も10時ぐらいでも結構かと思いますのでまあ あのいざという時は、うん、まずいとかいう時は電話でもいただいてですねもしもしということで相談していただければ、まあ、大体の方ねほとんどの1時間で、あのー、ことは足りるかっていうか、まあ、大体その目先の方向性はあの見えてくるんじゃないかというふうに思います。ですから私に相談したからといって当然全て解決するほど、あのー、まだ修行もおなってませんしまた皆さんも簡単に行くほど人生簡単 ではありませんので。まあ,あの、とりあえずね。あの全部は解決しなくてもいいと思います。だからえー、5つあったら5つあったら1つでも解決すると軽くなりますよね。もうそこを狙ってるわけなんですよ。あと考え方とか。 やり方とか、あるいはその私もいろんな仕事してきましたのでそういう経験上こうした方がいいんじゃないああした方がいいんじゃないというアドバイスもやっていますしね。ですから神、えー、がかり的なというかね要するにその神様から聞いて、えー、こうあなたの場合こうですよという部分と私の人生経験でこうした方がいいんじゃないのというアドバイス等をそのプラスして 重ね合わせてこうがっちり組んでね、えー、やっていくことによってあのー、一つ一つがあうまくいく場合が。 あるというふうにも思っていますので、ぜひそういったこともあの皆さんの方であの考えていただければというふうに思います。えっ、ー、と太陽が7時まあ、10分過ぎぐらいに、えー、起きまして向こう側から、えー、おはようっつってきてはいるんですけれども、雲のお切れ間から、えー、こう日が差してこの日に影が出てるのはお分かりかと思います。まあ,あ皆さんもたまには、えー、太陽とかお月さんとか。 いうまあそういうね天体のものもこう拝みながら、えー、願い事を叶えてくださいということで、えー、願ったらいいのではないかというふうに思います。えー、ということで、えー、今日はあの、まあ、あの手術する方がいらっしゃった場合はこういうふうに、まあ、手術する場所を簡単に。 撫でてくださいで手術が終わってからもまあ、撫でるとかあるいはこうちょっと肘とかね膝とかだったらこう軽く叩くとかですねま何、あ、かそういうおまじておまじない的なこともやってみていただければというふうに思います。えー、と何度も同じ話繰り返しですが、えー、相談内容なんか書いていられるかという方はもしもしで <laughs> 電話していただければ、えー、結構ですのでまああの遠慮なく電話していただければあの最初は無料ですのでもう、あのー 私に、ね、相談したからといってダメだなと思うとそらそれでいいと思いますよもう他回っていただいても全然結構ですので、まあ、とりあえず他人の私に、えー、言いたいことを言うだけでも少しはあのストレス発散にもなるかなというふうには思います。ということで「世界で一番面白い人生ガイド」「元いたうの YouTube 動画」今回は奄美大島スピリチュアルの中から、まあ、あの手術前後の、まあ、おまじない的なねさするとかちょっと軽く叩くとかはいえー、いうことと、まあ、それから だからあの血圧の高い人は、ね、試してやってみてください、はいまあ、これでねその人に対して神様がおっしゃってることなので、えー、血圧の高い人がそれをやったからと血圧が下がるかというそれはちょっと私も正直分かりませんけど、まあ、別にこんなことをやる分にはね別にどこでもできますので、はいえー、お金も時間もかかりませんということで。 ぜひ、えー、やっていいただければと思います、えー、と私の電話番号とそれから、あのー、パソコンのメールに関してはこの付近に書いておきますので、えー、時間のある方はメールをいただければと思いますということで、えー、次回の動画まで世界中の良い子の皆さんごきげんようさようなら世界で一番面白い人生ガイド元井た夫の YouTube 動画でございましたありがとうございました